城山城です。で城山城のから立山市内を見ますとこういう具合になります。そしてここはもう東京湾の出口ですね、こんな感じでございます。立山の駅を出まして約1時間半かかりまして、房総半島最南端の野崎岬に着きました。もうここから向こうは太平洋です、アメリカまで太平洋です。そして、漢字はですねこんな感じなんですよ、すごいもんですよね。あれが野崎灯台ですね。立派なもんでしょ。でこっちはもう旅館街ですね。でこっちは、東京というか東京湾方面ですね。で、あそこにうっすら大島が見えます。まあそんな感じです。今日東京駅を6時頃出まして、今ちょうど1時半ですけど野崎岬に着きました。これは立山の釣りをする公園の、まあ、橋じゃないんですけど陸橋です。いいですね。今日は7月の5日の今午前11時です。立山の港を出て約1時間で岩井の海岸に着きました。こんな感じです。いやーでも懐かしいですね。岩井の山の岬の先端から東京湾方面を映してます。もう東京湾もあれですね、本線が行き交ってます。で向こうの方に遥か岬が見えますけど、あれが野崎岬です。でこちらが岩井の海岸の、13時15分、金谷栗浜フェリー市東京湾フェリー出港です。こんな感じですね。いいですよね。これここに正面見えるのが鋸山です。栗浜港の入港です。こんな感じなんですよね。
田区にあります。三浦半島側からの東京湾の眺めです。こんな感じですね。結構いい感じですよね。やっと横須賀の近くまで来まして、横須賀のこれからに入る、前の海岸通りを走ってます。なかなか綺麗ですね。ただ砂浜はないんですけど、要するに海浜の遊歩道みたいな感じですかね。いい感じです。4時、やっと横須賀に到着しました。軍港には潜水艦が2隻と向こうに、あれは何でしょうね、巡洋艦ですかね、泊まってます。まあこんな感じで、いいところですね。はい、よろしく。いやもうこれで帰ります。